で今これから、まあ、シャンプーを使うんですが、シャンプーしながらちょっとなじましていきます。はい、そうします。これ匂いどうですか？みかんみたいな、オレンジ、オレンジっぽい、すごい好きな匂い。オレンジってちょっとなんか大人っぽい感じの、ただあれですよね、大人っぽい柑橘系みたいな感じ。部屋からこの匂いしたらするんですか？お、マジっすか？ありがとうございます。今使ってるシャンプーが、ノーチっていうシャンプーなんですけど、めちゃめちゃいいと思います。泡立ちがすっごいまず柔らかいので、はい、界面活性剤が優しい界面活性剤なのに量が少ないんですね。通常ですね、界面活性剤の量っていうのが優しいシャンプーって泡立ちが悪いんで、結構量がですね、なんていうのかな、多く入ってたりするんですよ。だから結構その石油系のシャンプーだと界面活性剤少なくても泡が立つので、結構量が少なかったりとかして、そうなるとじゃあ何のシャンプーがいいのって話になってきたんですね。そこでこのノーチのシャンプーっていうのは、より優しい界面活性剤、そしてきしまない状態を作ってあげて、結構キシキシしてしまうシャンプーとかもあると思うんですけど、そういう感じもなるべくしないで、良い界面活性剤を使い、さらに、ちょっと北海道産ということにこだわって、界面活性剤の量も少なくしてですね、なるべくこう肌とか体に優しいものっていうのを、作っております。お水もですね、北海道なら黒松内っていう ところのお水を使っててですね、非常に優しい仕上がりになってます。気になる方はノーチ、まだちょっとねこれからなんで、直接ご連絡いただいたりすれば大丈夫です。ではちょっとこれでちょっと優しく洗っていってっていう感じになります。